嵐山市民スキー場は北海道上川郡高須町にかつて存在したスキー場。行政区画上では高須町域にあるが運営管理は旭川市が行っている。資金等の関係で2006年2月末で閉鎖した。跡地は一部を自然公園として整備するほか森林としての復帰を目指す方向で検討が進められている。本スキー場には スキージャンプ台が設けられており、かつては、雪印杯全日本ジャンプ、旭川大会といった全日本レベルの競技会も開催されていた。旭川市では、ジャンプ台について、スキー場の閉鎖後も使用を継続するとしていたが、施設が老朽化していることや、特に K76 について、全日本スキー連盟における、スキージャンプ台の公認企画が1996年に、 大幅に改定されたことに伴う改修が行われていないことから、現在は計5 0のみが地元のスキー少年団等の練習に使用されている程度で公式競技会は2010年現在開かれていない。このため、施設の老朽化により怪我人が出る恐れがある、自然復帰の障害物となる等の理由でジャンプ台の撤去を求める意見も出されているが、逆に、 スポーツ振興のためにはむしろジャンプ台を回収して国際競技会を開けるようにすべき等の意見も旭川市議会の一部にあり意見の一致を見ていない。また、回収にしろ、撤去にしろ、何らかの費用負担が発生することには変わりがなく現在財政難の状況にある旭川市として新たな費用負担が難しいこともあって現状は半ば放置状態が続いている。 ありがとうございます。